宝くじで40億当たったんだけど異世界に移住する。主人公は宝くじによって一発当てた成り上がりの社畜の男。こいつがもう働く必要がないということで祖父の生家に引っ込んだら、その祖父が多分異世界を行き来できるグレイシオールみたいなやつだったっぽく。その祖父の生家は異世界と繋がるゲート付きの物件だった。このゲートをくぐった先に存在するチグハグ中世ナーロッパの村にたまたま巡り合ったことで、あり余る金を使って現代の栄養ドリンクや工具などを寄進することで豊穣の神として祭り上げられつつ、その村が属している国に一方的に日ごと寵愛を与えるという感じの拠点構築漫画。その異世界は農作物などの栄養価が非常に低いという設定なので、現代から取り寄せたスポーツドリンクなどを飲むと異世界人はチート地味たフィジカルを発揮するとかそんな感じの、バフを与えてチートしてもらうという主人公の能力は現代知識と札束を使って殴ることくらいしかできないヘタレ。主人公のことを慕っている村娘と一向にくっつかないなどといった超絶ヘタレなのでその辺が許容できるなら、シナリオ的には少しずつ文明が発展する感じをたしなむというシビラゼーションコミック。いいねこれ。チャンネル登録。